東北食べ歩き。今回は秋田県南にある小町へ行きます。そして食べ歩きする場所は老舗お蕎麦屋さんの安助蕎麦屋さん、道の駅うごからボンカフェさん、ラーメン屋さんのバスコトリルマンクラシコです。途中西馬内盆踊り会館を少しだけ紹介します。それにしてもいい天気ですね。のどかな風景に鳥海山が綺麗に見えています。ということで一軒目行ってみましょう。一軒目は初代安助さんが大阪は砂場で修行して、文政元年つまり1818年に創業した安助そば屋さんです。こちらは冷やがけそばで有名なお店です。そしてそのお店は宇後町を流れる西馬内川にかかる二万石橋のたもとにありました。それではメニューをご覧ください。天猿の松と竹、そして煮物や卵付きなど。こちらは冷やがけと天ぷらに元祖冷やがけそばです。そしてお店おすすめは冷やかけそばと天ぷらでした。こちらはお店おすすめの冷やがけそばと天ぷらのセットです。内容は冷やがけそば、天ぷら盛り合わせ、小鉢と小のものです。天ぷらの盛り合わせはナス、しいたけ、さつまいも、イカ、エビなどが盛り付けられています。こちらが有名な冷やがけそばになります。特徴としてはそばのつなぎにふのりを使用した二八そばで、滑らかな舌触りと程よい歯ごたえがあることです。冷たいそばつゆとともにさらりと美味しいおそばです。天ぷらはさっくりした仕上がりで食べ応えもあり美味しかったですよ。この日は平日にもかかわらず次々にお客さんが入ってきましたね。食べ終わったら早々に次行きましょう。2軒目は少し休憩するために羽井の里道の駅うごに来ました。館内には産直やレストランなどが入っていました。今回は喫茶スペースのボンカフェさんで休憩しました。店内はご覧の通り、テーブル席にカウンター席もありました。それではメニューをご覧ください。お食事メニューにドリンクメニュー、こちらは各種スイーツメニューです。そして今回注文したのは自家製レアチーズケーキのドリンクセットです。ドリンクはホットコーヒー、アイスコーヒー、紅茶、オレンジジュースから選べるようなので、今回はアイスコーヒーにしました。こちらが自家製レアチーズケーキです。砂糖を使用しないで蜂蜜の甘さとレモンの香りを少し加えているようです。しっとりとした舌触りが良いですね。そして上に乗せられているジャムは季節によって変わるようでした。窓から見えるのどかな風景を眺めながらしばし休憩できました。それにしてもこの道の駅お客さん多いですね。さて一休みしたら西馬内盆踊り会館を見学に行きましょう。さて宇後町西馬内地区にあるかがり火広場に来ました。このかがり火広場に面した道路は西馬内盆踊り会場になる道路です。そしてかがり火広場のすぐ近くにあるこちらの建物は西馬内盆踊りを紹介する西馬内盆踊り会館になります。西馬内盆踊りは毎年8月16日から18日まで開催されている。阿波踊り、郡上踊りと合わせて日本三大盆踊りと言われています。そしてこの西馬内盆踊りは盆踊り会場の中心部に林場を設置し、さらに道路沿いにかがり火をつけてそれを囲うように亡霊に扮した踊り子さんが踊るようです。そのためその踊り子さんがまとっている服装は浴衣か平袖で、かぶっているのは網傘またはだけを出した頭巾になっています。そして踊り子さんたちがまとっている衣装は羽縫と呼ばれる4から5種類ほどの剣布を、左右対称にパッチワークのように組み合わせて縫った着物か、
藍染めという秋田県南部の伝統的な染め技法を用いて手絞りで染めた着物ということです。ちなみに羽縫いを作ることができたのは裕福な家柄だけだったようなので、藍染めの着物の方が一般的な衣装のようでした。西馬内盆踊り会館ではこの盆踊りの雰囲気を感じることができるとともに、踊り子さんが着ていた羽縫いなどを見学することができました。ということで次行きましょう。それでは3軒目は先ほど見学した西馬内盆踊り会館の隣になります。古民家風の建物ですね。こちらの建物は旧王の領院だった明治初期の古民家を既存の蔵、梁、建部などを活用、大規模改修し蔵仕事と名付けた建物のようです。そしてお店はかつて東京品川にあったバッソ・ドリルマンの味を受け継いでいるようです。さてそれではメニューをご覧ください。中華そばや背脂、煮干しそば、隠しトッピングとサイドメニュー、そしてドリンクメニューなどでした。こちらは背脂煮干しそばです。最初に具材は厚めにスライスされた柔らかいチャーシューが2枚、濃いめに炊き込まれたシナチク、海苔、刻み玉ねぎと小口切りされた長ネギです。スープはしっかりした煮干し風味に背脂がどっしりした味の重みをつけています。具材の玉ねぎがさっぱりした感じとかすかな甘みも演出しているようです。麺は太縮れでもっちりした良い食感でした。とても美味しかったです。ということで今回はここまでになります。お店の情報はこの後すぐ。こちらは安家そば屋さんの情報です。続いて道の駅ゆごボンカフェさんの情報です。こちらは西馬内盆踊り会館さんの情報です。最後はバッソ・ドリルマン・クラシコさんの情報でした。なお営業時間などは変更される場合がありますのでご注意ください。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録・高評価・コメントなどよろしくお願いします。